今回は、ワンピースフィルム RED 応援上映で驚愕した読者の反応集を紹介します。皆さんの意見もぜひぜひコメント欄で教えてください。それではどうぞ。みんなどうだった？率直な感想が聞きたい。レッド全般ではなく今回の再上映プラス応援上映について。応援上映ではなかったけど久しぶりの上映良かったよ。お客さんいっぱいだった。外国人の女性がアームカバーつけてきててなんか見て嬉しかったな。まだ序盤だから逆に勇気さえあれば好きにコールすると釣られて他の人もやってくれる時あるよ。観客の入りがそこそこだったからか歓声も控えめでのぶとい声はむしろ浮きそうだったので拍手や仕草で頑張った。ペンライトはみんな割と振ってて綺麗だったな。発声 OK になったのにベポゾロくらいしか個別の名前上がってなくて声出ししづらくてかなわぬ。あそこまで応援の内容指定されてると、それ以外の言葉言いにくいって言われてたけどやっぱそうだよな。戦闘中のシリアスな回想、ペンライト振ったままでいいのかどうしたらいいかわからない。五老星の名前コールしたところで別にライト層もふーんって感じやろ。スタンピードは好きなキャラ出てきたらみんな何も考えずに騒いでたから、盛り上がったけど RED はなかなかな。スタンピードはノリが軽いし次々出てくるから名前呼んでるだけでもボルテージ上がりやすそうだよね。そこはさすがお祭り映画なだけある。その時の上映でどれくらい率先して声出してくれる人がいるかで左右されそうだ。仕方ないけどもゾロとローベポとサンジとその他一味って熱の感じはあったからみなたのクルーも叫んであげてほしい。梅田の先行上映では両翼と片栗は黄色い声援上がってたな。あとペロス兄とモモンが中上。Z よりは応援しやすいけどうーん、という感じ、もともと応援ポイント考えて作ってないんだろうし。ライブシーンくらい作中の観客と同じようなテンションで盛り上がるかと思ったらみんなペンラ振ってるだけで、最後にふーっていうくらいだった。多分自分が羞恥心捨てて叫びまくったるくらいの気持ちで言った方がいいんだろうな。X 検索するとほぼ満席で静かだったとか出てきて悲しすぎるんすがね。みんな何が目的で応援上映会撮ったんだ。応援上映会だと特典2つもらえるからそっちの方が得だと思って言ってる人も多そう。応援上映慣れしてる人らで生まれば楽しいんだろうけど、そういう層はレッドの応援上映には来ないだろうなという悲しみ。再上映がそもそも1日にそんな回数やってないからな。都合つくの応援上映だけな人も結構いそう。